Hello, Hekina. Hey there, Banjo. How's life? Taka. We love radio. This is Pitch FM. 83.8. Always with you. Pitch FM. SC カリアスペシャルプログラム We are SC カリア、さあ始まりました。始まりました。金曜日のオアス、略して金オア。金オア、毎月第5金曜日の金オアはカリア市のサッカークラブ SC カリアのラジオ番組 We are SC カリアをお届けします。この番組を担当させていただきます、酒井です。西原です。そして記念すべき第1回目の放送に SC カリアキャプテン水木選手にも来てもらいました。よっ、 SC カリアキャプテン水木です。よろしくお願いします。拍手、まさと、まさと、さあ始まりました、第1回目ですが、キャプテン、はい、どうですか。待ってました、待ってました。この番組を待ってましたよ。とうとう来たなっていう感じですね。はい、はい、ちなみに西原選手は、はい、いやもう待ってました、待ってました。はい、なんで一緒のこと言うの。待ってたね。待ってんね。どんどん紹介していきましょうよ、吉井カリアを。やっていきましょうよ。ちなみに、あ、やっぱもうまた同じ人たちばっかですね。さっき見たな。さっき見ましたね。さっき見たね。昨日の日曜日の試合、土曜日ですね、試合見に来てくださりありがとうございました。またこうやって会えることはとても嬉しく思います。自己紹介しに行きましょう。はい、そうですね。じゃあ簡単に、選手の自己紹介をしていきたいと思います。じゃあまず僕から、ディフェンダー3番、選手会長もやらせていただいてます、酒井龍也です。今日はよろしくお願いします。お願いします。背番号23番フォワードの西原です。何もしてませんがよろしくお願いします。FC カリア背番号6番ディフェンダー水木雅人です。 FC カリア内では癒し担当してます。よろしくお願いします。癒せてる。ちょっと待って、癒せてるの。俺癒しじゃないの。え、どこが。え、どこも癒せない。この顔、顔、うん、どうですか。ちょっと少ない。拍手が少ない。少ないな。やっぱサポーターの方はやっぱもう正直なことしか言わないんで。あ、はい、ありがたいです。ありがたいですね。ありがたいです。はい、これから癒していこう。これから癒していきましょう。今シーズンあとどれだけ癒せるかっていうのがやっぱ今年の目標じゃないですか。頑張ります。はい、でも負けじと西原選手もね、そうやってやっていければいいんじゃないでしょうか。はい、自分の方がやっぱ癒せると思うので、顔的に、顔的に、はい、顔的に癒しだと思うので、はい、癒し系の顔面ってことで、やっぱ笑顔が特徴なんで。あ、わかりました。じゃあ来てください。はい、よろしくお願いします。この番組は週替わりのパーソナリティがカリアハイウェイオアシスにありますピッチ FM のオアシススタジオにて公開収録でお届けする番組です。 Hello, Hekina. Hey there, Banjo. How's life? Taka. We love radio. This is Pitch FM. 83.8. Always with you. Pitch FM. クラブ紹介、 SC カリアのこれまでとこれから。このコーナーでは我ら SC カリアというクラブを皆さんにより知っていただくために、我々 SC カリアの歴史から、我々が戦う東海社会人リーグとはどのようなカテゴリーなのか、そして
我々は何を目指して戦っているのかなどなど解説していきたいと思います。はい、お願いします。はい、さあまずはクラブのこれまでの歴史についてなんですけど、水木選手説明お願いします。はい、創立は1949年、日本伝送サッカー部として創設されました。そして2006年から FC 刈谷という名称に変わり、今があります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次に我々が所属するカテゴリー、東海社会人サッカーリーグ一部についても説明します。じゃあその説明を水木選手。はい、まずは皆さんよく分からないと思うんで、まあ、細かいとこから説明すると、 J1、J2、J3、JFL、 その下にあるのが東海社会人サッカーリーグという地域リーグになっていて、上から、まあ、5部で構成されてるんですけど、はい、J5 っていうね、よく言うとね、そう、かっこよく言うと、はい、J5、はい、で東海4県に所在するサッカーリーグで、今年の一部リーグは8チーム参加しています。8チームですね。そこで優勝すると地域チャンピオンズリーグという、僕らが目指している JFL に昇格するために戦えるステージが待ってます。緊張してます？緊張してるね難しいね、喋るのってね。説明ってやっぱ難しいですね。もうこれ、はいはい、まあ、でも何も書いてないのに紙見ちゃうねそうですね、そう、はい。じゃあそして今季はなんとあの天皇杯の愛知県代表を勝ち取ったんです。やったー、おめでとう、おめでとうございます。じゃあそしてその説明を、じゃあ西原選手、はい、天皇杯の愛知県代表になるための簡単な説明をします。自分たちは愛知県の社会人サッカー選手権大会という大会で優勝して社会人の代表になりました。そして愛知県の大学の代表と戦いました、準決勝で。それで勝って JFL の丸安岡崎というチームに勝って、勝って愛知県代表になりました。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。え、どうやって勝ったの？決勝戦、決勝戦は守護神の藤沢選手が PK をすんごい止めました。すんごい止めた。はい、完全にヒーロー。完全にヒーローですね。これで勝ち取りました。そうですね。あの試合はとても熱い試合でしたね。はい。そしてそんな SC 刈谷の今季最大の目標がキャプテン JFL 昇格です。お。まあ、去年まあ地域チャンピオンズリーグに出て。もうあと1勝すれば JFL 昇格っていう僕らの夢がつかめたんですけど、はい、まあ、そこで3位になってしまい、はい、つかめなかったんで、まあ、本当に今年は、今年こそはもう何が何でも地域チャンピオンズリーグ1位で JFL 昇格を決めたいと思います。はい、どうですか？賛成。どうですか？僕も賛成。みんな賛成その昇格をするために僕は酒井選手と西原選手に期待しているんですけど、まずは酒井選手、はい、言いますよ。どうぞ。僕は、はい、いつも、はい、試合前に写真撮影をするんですけど、はい、その時のなんだっけ掛け声、5-4-3-2-1 バモスですね。ああ、はい、それを聞く、名物ね、カリア名物ですね。今ではそれを聞くと、はい、負ける気がしない。おお、本当ですか？負ける気がしない。ありがとうございます。 ありがとうございます。嬉しいです。西原選手は誰よりも泥臭く、はい、走る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 、まだ走るの本当にそれを期待してます。もうチームには必要不可欠な存在なので走ります。走りまくってください。点取ります。でしたらね、僕
ぼちゃったね、キャプテンにね、ちょっとやっぱ、ね、期待をしてるんで、はい、その何を期待してるかってのを、じゃあまず僕から、はい、まあ、僕より年は一個上なんですけど、全然一個上には見えない包容力、あと落ち着き、そしてまとめるチームの統率力、本当にこれはすごいと思います。なのでこれからも年齢差かなりあると思うんですけど、みんなを引っ張って、でみんなで最後笑って終わりたいというふうには思ってるので、キャプテン、僕はこれからもついていきます。じゃあ僕からも一言だけ言わせてください。ああ、いいよ。ついていきます。かっけー、かっけー、西原選手。それだけ、それだけ、それだけついてきます。それだけ。結構今顔芸やってるんですけど、まだこれ FM だからあんまり伝わらないんですよね。わかんないね。はい、まあ、ただ一応クラブの方でもカメラを回してるので、そちらで見ていただけると嬉しいです。はい、今日はね、内藤くんも来ていただいて、しっかり内藤カメラを持ってるんでね。いいね、全然撮んねえじゃん。はい、全然カメラ持ったまま何も仕事しないんでね。 あとサポーターの方々もっとガヤやっていいですよ、いつも通りに。来い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 、いつも通り来い、いつも静かだな、おい、もっと来い、もっと来い。ということで、ですね、じゃあ最後のコメントですね。はい、お、水木選手、よろしくお願いします。はい、JFL 昇格に向けては戦う我々 FC カリアをどうか声援で後押ししてください。よろしくお願いします。今聴いていただいた曲は須田まさきで見たこともない景色でした。Always with you. Pitch FM. Broadcasting dreams every day. This is Pitch FM. Have you heard of a community-based radio station that you can listen to anywhere, anytime? Together, together, together. Pitch FM 83.8. では、今期の SC カリアについて公開作戦会議を始めたいと思います。始まりましたね。会議ですよ、ついに。作戦、練ってこ。練ってこ、練ってこ。はい。さあ、今季すでに2試合の戦いを終えた FC カリア。今のところ2勝。で、勝ち点は6。順位は今、現在は1位。1位タイ。にしとこ。しときますか。現時点で。現時点ではですよ。はい。1位タイですね。はい、でここでは今期の FC カリアのチーム状況についていろいろ解説していきたいと思います。まずはピッチ FM のレポーターイッチが FC カリア監督ビラベイガにインタビューをしてきたので、そちらをお聞きください。はい、ピッチ FM We are FC カリアリポーターの、イッチです。ここからは FC カリア、ビラベイガ監督にお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。グランサツファーストはダネディビスペースエミソール、お呼びいただきて誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、まず早速なんですけど、ビラ監督が目指すサッカーっていうのはどのようなサッカーを目指そうと思ってますか？Aqui no Caria, a meta é colocar o time na próxima divisão, né? Na JFL e dar um padrão de jogo para esse grupo, né? Ficar um time bem ofensivo。そうですね、まずは、まあ、JFL 昇格、まあ、これはもちろん目指しています。でそこにですね、ちょっとまあサッカー、アグレッシブなちょっとサッカーを取り入れて、やりたいとは思っています。ここまでですね、FC カリアの指揮を取ってですね、そのアグレッシブなサッカーっていうのをこの FC カリアで実現できるって思っていますか？Sim, claro que desse jogo de que a gente fez agora, esse último jogo que foi, a gente no primeiro tempoNão foi muito lenta a bola. No segundo tempo já melhorou, já teve pouco mais de agressividade. そうですね。まあ今回の試合もそうだったんですけれども、ちょっと前半であまりボールを動かせなかったんだけれども、まあ後半になってちょっともうちょっとこうアグレッシブにはいけたとは思います。なんか監督が選手たちにこうここを求めたいって思ってることって今ありますか？O que faltou foi as jogadas pelas laterais do campo, né, as infiltrações e também a posse de bola mais rápida, né, e então faltou os cruzamentos também, né,
Mas melhorou muito já no segundo tempo, já melhorou um pouco, mas não é como eu quero ainda.そうですね、まあ、サイドからの攻撃ですかね、侵入ですとか、クロス、そこがちょっとまあ足りてなかったっていうのを、まあ、本人たちにもちょっと伝えて、それをあの、まあ、よくしないといけないなっていうのはもう伝えてました。ありがとうございます。じゃあちょっと話を変えまして、じゃ あ, あのこのホームタウンである刈谷市の印象ってどのような印象をお持ちですか？Eu tô me sentindo muito bem, né? Tô muito satisfeito, não só pela cidade, pelo povode Caria, né, e a cultura aqui do Japão, né, muito satisfeito, minha família está se sentindo muito bem aqui também. そうですね、すごく満足です。あの町だけではなくて市民の方もすごくあのいい方々で、あの家族も今こちらにいまして、すごくあのみんなもあの幸せにあの暮らしてますので、すごくいいです。ではですね、 FC 刈谷のサポーターや刈谷市民の皆さんに何かメッセージをください。O povo e os torcedores, né, pelo incentivo queQue eles estão dando para o nosso trabalho, o apoio que eles dão para o nosso trabalho, também o pessoal que patrocina também, né? Então isso aí tudo a gente tem que agradecer, porque eles estão colaborando muito com a gente.そうですね、まず市民の方々、サポーターの方々がですね、あのいつも応援してくださっているので、すごくこれがあの選手たちにとってもすごくいいです。あとは、スポンサーの方々もですね、周りに結構いますので、その方々の支えがあるからこそ、チームとしてできているところもありますので、すごく感謝しております。実はこのインタビューなんですけども、今スタジオで、酒井選手、西原選手、あとキャプテンの水木選手があの聞いてると思うんですけど、その3選手にそれぞれ何かメッセージをお願いします。De agradecimento da maneira que o profissionalismo que eles levam, né? O caso que nem o Mizuki, o Luya e o Nishi, né? São exemplos de profissionais, trabalham como profissionais mesmo e pessoas que querem levar a coisa como eu gosto, né? Coisa séria, né? Então,Eu agradeço pela maneira que eles trabalham comigo e pelo caráter deles. そうですね、みんな真剣に取り組んでる、まあ、本当にプロとしてですね、取り組んでくれてるからこそすごく感謝しております。まあ、彼らだけではなくてですね、チーム全体としてもすごくあのみんな真剣に取り組んでるので、すごくそれは感謝しております。はい、ありがとうございました。ムイントオブリガードありがとうございますさあ、監督のインタビューを聞いていただきましたが、西原選手、じゃあ監督インタビューの感想をお願いします。そうですね、やっぱポルトガル語がうまい。オブリガード。いや、違う本物の人ブラジル人だ。本物だから。それはうまいじゃあ、キャプテン水木選手が感じている今季のチームの印象をお願いします。今季のチームの印象、寝坊がちょっと多い。こらほやほやすぎるぞホットニュースすぎるぞ。ちょっと待って、お兄さん大丈夫ですパクって大丈夫です。ピー入る大丈夫です。まあ、今の冗談で、まあ僕が感じてる印象は、僕がサッカーをやる上においてすごい大事にしてることが、球際、切り替え、運動量、気持ちの4つなんですけど、まだそこの質がすごい低いかなっていう、もっとがむしゃらにやんなきゃいけないなっていうのは常に感じてて、まあ、確かに上手いんですけど、みんな上手いんですけど、その部分がもっと出していかないと昇格は難しいんじゃないのかなって思う反面、その球際、切り替え、運動量、気持ちの部分ができてないけど、結果は出せてるので、まあそこの4つの部分がもっと質高くできてくれば、まあ、結果もそうですけど内容もどんどん良くなっていくかなって感じてます。はい、真面目、すごい真面目だった。あ、でもこの4つは本当に大事なことだと思うんで、皆さんでしっかりやっていきましょう。はい、はい、以上 FC 刈谷公開作戦会議でした。 Always with you Pitch FM。 今聞いていただいた曲はドラゴンアッシュでファンタジスタでした。いやー、パーソナリティっぽい。ありがとうございますパーソナリティっぽいですね。ラジオっぽいね、やっぱ。はじめましてです。こんにちは。はじめまして。こんにちは。こんばんは。今のじゃあ、こんばんは。はじめまして。そうですね、時間帯的にはこんばんはですね。はい。
じゃあ次のお題に行きましょう。ウェーブスタジアム刈谷に行こう。行こうよ。行こうよ。行こう。SC 刈谷のホームスタジアム、ウェーブスタジアム刈谷。このコーナーでは5月18日に行われた第3節対トヨタ州球団戦のレポートをお届けします。試合当日のスタジアムの雰囲気を少しでも感じていただけたらと思います。それではレポートをお聞きください。こんにちは。ピッチは絶好のコンディション、ピッチ FM ピッチサイドレポーターイッチです。よろしくお願いします。今日はですね、東海社会人リーグ1部第3節トヨタ州球団戦が行われているウェーブスタジアム刈谷にやってまいりました。いやピッチのグリーンが鮮やかで、いい感じです。ウェーブスタジアム刈谷なんですけど、主要4000人の小規模なスタジアムになるんですけど、まあ、その分こう一体感がすごくあって、なんか選手たちの姿もすごい近くに感じられるっていう印象ですね。はい、もうあと壁が少なくてすごく開放的で、もう風が気持ちいい印象です。すごい気持ちがいい感じですね。はい、あ、なんか今もゴール裏の方で、サポーターの皆様の、応援の方が始まりましたね。ちょっとそっちの方行ってみたいと思います。さあゴール裏にやってまいりました。なんでしょうこの楽しげな雰囲気は。いいですね。ウェーブスタジアム刈谷のゴール裏はあれですね、あの芝生になっていて、なんかこう寝転がってみたりとか、あのみんなしゃがんでみたり立ってみたりとか、それぞれなんかいい感じで見てる風ですね。すごく開放的でフレンドリーで、なんかあの入りづらいなみたいなイメージは全くないですね。はい、ちょっとお話伺ってみましょうかね。よく試合見に来るの？はい、試合見に来てここが楽しいよってところって何かあるかな？なんかゴール決めた時なんかすごい気持ちいいところ。ちなみに好きな選手は？佐藤優希選手。佐藤選手、じゃあ佐藤選手にメッセージを。頑張ってください。続いてちょっと女性の方にお話伺ってみますね。こんにちは。よく来られるんですか？はい、よく来ます。FC カレーの試合見に来てここが楽しいよってところって何かありますか？太鼓とかトランペットで応援するところが盛り上がるので好きです。あとこのスタジアムなんですけど、ウェーブスタジアム刈谷のこう気に入ってるここがいいなってところって何かありますか？やっぱり芝生とか椅子で観戦できるところですね。ゴール裏が芝生になってるんですよね。なんかすごいこう寝転んだり座ったりすると気持ちいいですよね。はい、ね、気持ちいいです。ちなみにFC カレーの好きな選手は？中野優太選手ですね。鉄板っすね。はい、じゃあ中野選手に一言メッセージお願いします。いつも応援してます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。今度はですね、ちょっと歴戦のサポーターっぽい方にお話伺ってみます。はい、よく来られるんですか？まあよく来てます。毎試合ぐらいの勢いですか？毎試合行ってますね。FC カリアのこう試合のこうここが楽しいんだっていうところってどんなところなんですかね？やっぱり楽しくて、まあファミリー的でワイワイとやれるところですね。なんかこう距離感というか一体感が皆さんすごいですよね。うん、距離感が近いですね。 J リーグのチームよりも距離感近いんで、もう最近はここばっかりですね。じゃあチームに向けて何かメッセージお願いします。一戦一戦頑張って東海リーグ優勝しましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。水木選手、はい、この雰囲気はどうですかね？僕ウェーブスタジアムすごい好きなんですよね。ああ、はいはいはい。なんか斜めな感じ。斜めは、それは見に来なきゃわからない。うまい。その斜めを見に来いと。ああ、まずはね。まずは斜めを来いと。試合よりも前に斜めウェーブの斜めを見に来てほしい。それは見に来るしかない。それサポーターの人たちも足腰は強くなりますよね。あ、そうなんだよね。斜めだから西原選手は？そうですね、やっぱサポーターの人がやっぱ応援してくれると熱い方が多いんで、やっぱり試合も頑張れちゃうし。今見に来てるサポーターもいると思うんですけど、みんな覚えてます？わかります？どの方がいるっていうのは？はい、もう全員。特に黄色いジャージのパーカーの方とか。あ、もう
すんごいわかる。すんごいわかりますね。すんごいわかる。そこ向いちゃってもう恥ずかしがってんだから本当にもう。それではですね、続いて試合中や試合後のレポートをお聞きください。さあ試合が終わりました。 FC 刈谷1対0で見事に勝利です。勝ち点3ゲット。後半30分過ぎにですね、佐藤悠基選手の得点によって1対0で逃げ切って見事勝利を収めました。ゴールシーンの時はもう本当にあのゴール裏の芝生のところがもう本当に面白いことになってまして、もう駆け回る子供、ハイタッチ、転げ回る人たちですごいいい雰囲気でしたね。はい、いや、いいゲームでした。今選手たちがあのサポーターの皆さんに、まあ、勝利の報告というか挨拶に来てるんですけど、いやなんかすごい距離感近くてなんかあの踊り出す選手だったりとか、めちゃめちゃいい雰囲気です。はい、いいですねこの一体感というか、もう全然すごい距離感であのお互いの健闘をたたえ合うというか、勝ったよよくやったねみたいな感じで、いい光景です。さあ今ですね、試合を終えたばかりの選手たちが、お客様を自らですねお見送りするサンクスゲートというイベントを行っているようですね。もう今試合に出てた選手たちがもう降りてきました。何の囲いもなくですね、もう直接お客さんたちと今触れ合ってます。もうちびっ子たちがあのボールにサインしてもらったりとか、フラッグにサインしてもらったりとか、もう直接話しかけたりとかしてて、すごい触れ合えるイベントで、いやすごいイベントやってますね。楽しそうです。どの選手に話しました？中野雄太選手に話しました。中野選手に何て伝えたんですか？今通ってるスクールのコーチなので、これからも頑張ってくださいって言いました。なるほど、ありがとうございます。こんにちは。今あの藤沢選手に、あの試合が終わったばっかりの選手にあのもう話したりとか写真撮ったりとかしてたんですけど、あのどう思いますか、このイベントというか、この触れ合えるイベントって。すごく楽しいです。なんか僕も初めて見まして、こんな終わったばかりの選手がもう直接お出迎えするなんて。あのあれですか、推しは藤沢選手なんですか？はい、藤沢選手推しです。もう推しの選手と試合直後にすぐ直接こうやって話せるなんてすごいですよね。すごいテンションが上がります。さあ試合が終わりまして、僕の初めての、経験だったんですけど、 FC 刈谷の試合の、観戦なんですけど、まず印象がやっぱり一体感とこう本当に触れ合えるっていうところですかね。すごい身近な選手を身近に感じれて、その分こう応援にもこう感情移入できるような感じがしました。なんかすごい楽しくって、またぜひ来てみたいなって思いましたね。はい、もうぜひあのなかなかラジオだと伝わらないと思うんで、時間があるときはぜひ自分の目で一回見てみると、分かると思います。はい、そんなわけで以上、ピッチ FM We are カリアリポーターイッチのスタジアムレポートでした。それではスタジオにお返しします。イッチさんありがとうございます。はい、じゃあサンクスゲートにですね込められた思い、じゃあまずはキャプテン、はい、いつもどんな感じでこうサンクスゲートに向かってるんですか、試合終わった後。まあホームゲームは大体勝つ試合が多いので、はい、まあ、気持ちよくお客さんに帰ってもらえるように、まあ本当にサインだったり、はい、握手だったりしてるんですけど、はい、まあ、僕はちょっと人気がないので、僕の周りにはあまり誰も来ないっていう寂しさはありますね。なるほどですね、魅力がないっていうことなんですかね。優しいんだけどね、何なんだろう、ね、癒しじゃん、まあ、さっきも言ったけど、はいはい、なのに、あ、多分試合勝って、はい、もう癒されちゃってるから。ああ、なるほどですね、さらに癒しはいらない、そういうことか。うん、多分。なるほど、なるほど。じゃあこれからはもう、じゃあもう分かりました、癒しでいきましょう。癒し系キャラの水木選手です。あ、そうだね、はい、サポーターの皆さんよーく覚えておいてくださいね。覚えておいてください。はい、じゃあ次ですね、スタジアムの観戦での、スタジアムでの観戦方法ですね。ちょっとじゃあ西原選手、はい、お願いします。そうですね、スタジアムで試合を見るのは無料なんです。え、なんと無料です。無料です。無料なの？ありがとうございます。そうです、無料で試合を見ることができて、いろんなイベントとかもやってるので、まあ休みの日に
楽しむことができる場所なのかなと自分は思います。はい、そういう場所です。はい、はい、なので皆さんぜひぜひウェーブスタジアム刈谷に遊びに来てくださいね。今聴いていただいた曲はホワイトストライプスでセブンネーションアーミーでした。アーミーアーミーアーミーダ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 サッチャ入れんの苦手かよそのまま癒し系でスランチとして、はい、では次の注目のマッチプレビュー。このコーナーでは放送後に行われるホームゲームの中から1試合をピックアップ、対戦相手の特徴などを紹介し、その相手に対して我々 FC 刈谷がどう戦うのか。今回のピックアップマッチは6月30日日曜日14時キックオフ第9節の FC 岐阜セカンド戦です。それでは水木選手、はい、対戦チームの特徴を紹介してください。はい、まあ、去年は東海社会人リーグ2部にいたチームで、はいはい、でそこで結果を出して昇格してきたチームなんですけど、はい、まあ、僕たちは去年試合してないので、はい、まだちょっと分からないっていうのが現状で。そうですね、まあ、映像を見てから、まあ、分析して、はい、きたいと思うんですけど、はい、まあ、昇格してきたっていう勢いはあると思うんで、はい、まあ、そこに注意したいですね。はい、ありがとうございます。ではですね、この試合の見どころを西原選手にちょっと話していただきましょう。たくさんあるんですけどね。たくさんありますか。たくさん、まず試合前に、はい、試合前に写真撮影。写真撮影、その時酒井選手が、はい、何を言うのかやっぱり注目してほしいですね。だいたいいつも一緒やん。いや、だいたいいつも一緒のこと言うやん。最初のコメントは絶対違うから、そこによく注目して聞いていただきたいですね。聞こえんの、サポーターの人って。あれ、あの、多分みんなワイワイすぎて聞こえないです。あ、聞こえないよね。ちゃんと俺が喋ってる時は静かにして話を聞いてください。写真撮影の時は遠いけど、あの、でもスタンド席の方からはあの大きな拍手が出てるんですよ。バモスってやったんですよ。勘違いでしょ。あ、そういうこと。知識過剰だ。あ、そういうことね。あ、はい、ということは放送事故ということでね。勘違いの放送事故ということでね。はい、やってきて、でもまあこれは事実だからね。そうですね、積み上げてきてるからね、本当に。はい、ということでですね、勝ち点3を目指して頑張ります。皆さんぜひぜひ6月30日日曜日ウェーブスタジアム刈谷で共に戦いましょう。キックオフは14時です。5000円よろしくお願いします。ブロードキャスティングドリームズエブリデイ This is Pitch FM。ここ刈谷ハイウェイオアシスから公開収録でお届けしてきました。金曜日のオアシス第5週のスペシャルプログラム We Are SC 刈谷、あっという間にエンディングの時間になりました。どうでしたか、初めての収録は。水木選手、緊張したね。ド緊張脇汗えぐい。脇汗がすごい。脇汗見えてんのかな、隠してる今。脇汗閉じてすごい、もうシワができるぐらい隠してる。あ、閉じてるすんごい隠れちゃってる。じゃあ水木選手はそういうことを言ってくださったんですか。そんなことですよ。あ、すいません。西原選手は緊張した同じくすごい、かぶせてまたかぶせてくるの。水木選手は脇汗じゃないですか。はい、西原手汗すんごい。手汗がすごいんだよ本当にもうね。本当に、じゃあ最後にですね、改めて、それぞれサポーターの方やね、刈谷市民の皆様にメッセージをお願いします。それではじゃあ西原選手。そうですね、毎回試合で応援してくれてすごい力になってます。でこれからも精一杯戦うので応援よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ僕ですね、いつも皆さんね、ウェーブスタジアム刈谷で
あとは練習場でね、見に来てくださったり、あと差し入れを、してくれたりと、本当に大変お世話になってます。皆さんの後押しで、そして皆さんのパワーが僕たちの力になります。なのでこれからも、引き続き熱い応援をよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後に水木選手。はい、まだまだ吉刈谷は、まあ、これからのチームで皆さんのサポートが本当に必要なので、一人でも多く試合を見に来て応援してもらいたいです。これからもよろしくお願いします。頼むよ、頼むよサポーター、頼むよ。よし、いいの。はい、じゃあこんな感じですね。昇格しよう、はい、JFL みんなで、ね、昇格しましょう。はい、次回の公開収録は8月を予定しています。次回も我々選手自らお届けする予定です。番組では SC 刈谷や選手への応援メッセージも募集しています。pitch@838.fm までメッセージをお寄せください。次回もぜひぜひ刈谷ファイオースのピッチ FM オアシススタジオに遊びに来てくださいね。それではせーの、 We are